はい、こんにちは。日本改革党楠澤です。23年度末の自民党員数は109万1075人で、前年度比22年度末から3万3688人減少。メディアはどこもですね、産経ですら裏金のせいって報道してますけれども、小野田君、参議院議員、継続党員の手続きは夏頃からなので、不記載の影響はまだ出ていない頃、今年の夏だ。不記載の影響が出てくるのは今年の夏からだ。うちで激減したのは LGBT 法を通した後と暴露しておりました。ゴミマスはですね、LGBT 法の悪口は言いたくないでしょうからね。世論です。私もそれで党員辞めました。反対派が多かったにもかかわらず、LGBT 法強行が問題。LGBT 法には蓋をしたい連中が自民党内にいる。ゴリ押ししてる人らいましたよね。稲田朋美議員であるとか、古谷圭司議員であるとか、諸関係者。自民党に女性、子供の安全を守る気がないんだよね。これ心は女っつって、男が女風呂入んじゃねえか、いうような心配が随分ありましたけれども、一部のまともな議員は応援してるけど、組織としてはもう末期でしょう。そうかもしんねえな。支持者は不記載をそんなに問題にしないと思うんだよね。寄付する方だからね、支持者はね、党員とか。次の更新の時はさらに減るってことか。これから裏金でさらに減るってことか。今年の夏頃更新の手続きあるそうなんで、次更新しねえって人が、出てくんじゃないですか、裏金。岸田が総理の間はどんどん減り続けるぜ。明らかに無駄金事業で税金の無駄遣いするための LGBT 法、強行したのは自民党ですね。改憲するぞっつって決闘してですね、69年間も一言一句変えられず、票だけ詐取して詐欺政党、やるやる詐欺、が自民党ですね。改憲やるやる詐欺、北方領土竹島拉致被害者を何十年も奪還できない自民党。北方領土と竹島、盗んでる敵国の国民であるですねロシア人と韓国人をですね普通に入国させてのんきに観光させてんのが自民党。ウクライナ人ロシア観光できます？できないですよね。世界中どこもやってないですね。異常な外国人生活保護続けているのが自民党。日本人健康保険、国民健康保険を滞納率が異常に高い外国人にも使わしてるっていう頭おかしい自民党。毎年毎年数千人ものね失踪実習生を出して不法滞在者を増やし続けている自民党。とうとう25万人なっちゃった。米国国務省にですね、奴隷貿易って非難されてる外国人実習制度を30年間続けた。今後さらに悪化させた在留資格の特定技能や、特定技能つっても、あれですよ、漁業とか農業とか建設業とか、不人気な業種で働いてくれればいてもいいよっていう、もっと外国人を呼び込もうとしてるのが自民党。NHK 税やめず国民を苦しめてるのが自民党。実質税負担率 47% の重負担で国民を苦しめてるのが自民党。嘘つき新聞、嘘つきテレビを放置してるのが自民党。慰安婦だ、徴用工だ、詐欺を仕掛ける韓国政府ぶちのめさないで甘やかしてるのが自民党。なんかホワイト国だのスワップだの再開しちゃいましたよね。政教分離に反するですね、明らかに違反している公明党を放置し取り締まらないどころか連立組んでるのが自民党。学校ですらない私塾の朝鮮学校への補助金を止められない、すべて、一切やめられないのが自民党。河野太郎みたいな明らかな中共の犬を大臣にしちゃうのは自民党。あとですね、女性が家庭で輝かなければ子供なんか増えっこねえのに、女性が輝く社会をとか言って少子化を推進している自民党。
共産党や立憲も大概ね、有害ですけど、権力ないだけに、自民党の権力を伴う有害さっていうのが、巨大じゃないですか、自民党の有害さ。結局はね、自民党が一番悪いんじゃないか、日本にとって。立憲も共産も有害ですけれども、自民党の質が悪いのは結局有権者が情報足らず、物知らず、だからですね、日本人に悪意を持ったですね、テレビ新聞が悪いんだが、それ放置してんのが自民党ですよ。結局はですね、有権者が多くを知らない方が、自民党にとっても都合がいいんでしょう、これ。テレビ新聞放置してですね、有権者を情弱にしとく。そうするとですね、お祭り来てくれたわとか、学校の卒業式さ、来てくれたわってだけで、投票しちゃうっていうね。有権者はバカな方がいいって。で、私らみたいな、すぐね、文句言う人ばっかりになっちゃったら、やりにくくなっから。いろいろと。だから、テレビ新聞放置して、情弱がいっぱいいた方がいい。っていうことなんじゃないかって、勘ぐっちゃいますけど。昭和が終わる頃、私まだ学生でした。昭和にですね、金と権力持ってたおっさんどもは、一体何やってたんだよ。お前ら。会見も全然できねえで、竹島も取り戻せねえ。一体何やってたんだよって。私、今は、令和のおっさんとなりましたよね。学生じゃない。おっさんとなりました。後世ですね、令和のおっさんども、何やってたんだよって、罵倒されないように、なんかしないといけないなって。17日の日曜日ですね、自民党の党大会が品川プリンスであるみたいなんですよ。それに合わせてですね、品川駅前で午前中、岸田政権退陣集会があるみたいなんです。主催者の方にですね、直々に来ないって、ご連絡いただきましたんで、参加しようかと思っております。皆さんもよかったら、日曜日午前中、品川駅、いらしてください。朝から昼までやってんだって、よろしくお願いいたします。私も行こうと思ってます。派閥からのキックバックを5年間で2000万円以上行方不明にして、いた北海道比例区当選の堀井学ぶ衆議院議員、支援企業にですね、パーティーやれないんで、お詫びに行く金ないんですよ。10万円以上寄付してください。と、要請。要請を受けた企業、お詫びに来てから無心でしょ。お詫びのための無心って、順番おかしいでしょ。と、首をかしげる。首をかしげるって表現でしたけれども、まあ、イラッとくるよね、これ。世論です。こじぎだな。議員とこじぎは、3日やったらやめられない。10万円払ったらお詫びに行ってやんよ。詐欺師のトンズラ前の行動にそっくり。1ヶ月後にはドバイにいそう。年間何千万も報酬受け取っていて、金がないとか何言ってんだろうね。知名度だけでこんなクズ選ぶから。脳みそも頭もツルツルオリンピック無能枠。オリンピック無能枠。橋本聖子の悪口はそこまでだな。謝りに行くから金ちょうだいはさすがバカにしてますよね。バカにしてるだけじゃなく、本人も相当なバカなんじゃないかな。元五輪のスケート選手で、知名度だけで当選してる脳筋だそうで、自民党議員、こんなバカでもいられるのは、有権者が、物知らずにさせられてるからですね。情弱にさせられてるからですね。テレビ朝日、約5億円の放映権料に折り合いがつかず、42年間続けた全英オープンゴルフ中継を断念。もうやめます。4大会で合計975億円の五輪放映権は NHK が7割を負担し、首の皮1枚。民放各社が残り3割を負担する。首の皮1枚で、助かった。NHK 様々。NHK が親分です。もうあなたには逆らいませんってとこですね。NHK でもどこも報道しないもんね。世論です。ダセーな、潰れろ。たった5億も払えないのか、地上波終わってんな。なんでもネットだよ。地上波見てるやつとかおらんやろ。テレビなんか見ねえよ、バーカ。金なくて払えなくなっただけ。ゴルフは国内女子だけで十分。テレビ局がどんどん貧乏になっていく。地上波の没落ぶりを象徴しとると。NHK ですら受信料売り上げは右肩下がりですよ。慌ててネットから金取ろうなんて画策してますけど、民放広告料は
微減が続いております。ネット広告が伸びてるんですけどね、フジテレビは売上2000億円台なのに残った利益がたった4000万円っていうところまで追い込まれたことがあります。全部時代の流れと自業自得で全然同情しないですけどね、ラジオはテレビが出た時点で黄昏決定ですよね。明らかにテレビやネットが出た時点でそれだったってだけ、黄昏決定だっただけで、今でもテレビだけから情報を得ている情弱が多いのも事実であります。物知らず、もうちょっとですね、この入れ替えが進むか、テレビが弱らないと令和のおっさんたちは何やってたんだって事態になっちゃいますね。その他のニュース、 NHK 最新調査、自民党支持率は 28.6% で岸田政権発足時より 10% 以上も減少。なんだかんだで2年やってんですよね、岸田ね。2年半やってんのか。 10% 落としたのって自民党の支持率かといって他が伸びているということ、伸びているかというとそんなことはなく、立憲 6.8、 維新 3.8、 公明 3.1、 共産 2.8、 令和 2.5、 令和共産党に迫る勢いだね、これ。民民 1.2、 社民 0.6。 民民は自動車と電気と電力と食品とかの労働組合抱えてるのに 1.2 しかねえのって。これどこも下がってるってことは結局は政治不信なんですよ。政治不信、どこも信じらんねえなーっていう人が増えた。これも自民党のせいですね。不記載、裏金、脱税、自民党のせい。立憲共産社民令和合計は 12.7%。 これがですね、日本人のパヨ率って言ったところでしょうね。これこの数字大体いつもですね、どの調査でも 10% から 14% ぐらいの間に収まります。来年はもっと減りますようにお願いしております。読売新聞本社社員高橋健太郎31歳、千代田線の千駄木ホームで面識のない40代男性を殴り顔に怪我させ逮捕。酔っていて覚えていないが私がやったと思う。マスコミの粗暴犯率、暴力率異常ですよね。特権階級かなんかと勘違いしてるんですよね。日頃から一般人を見下してて殴ってもいいって思ってからこうなんですよね。怪我させたから傷害罪ってなります、この場合はね。酔って覚えてない、こういうやつは酒に飲まれてまた繰り返すんだから、社会の安全のためにですね、実刑食らわしてやって何年か社会から遠ざけてほしいですよ。泥酔で心神耗弱で原型なんて、もってのほうですよ。また繰り返すなら、こういうやつは。ギャグですよね。ギャグ。こういうやつこそ、原型せずに重く罰するべき。社会から、なるべく長い間、遠ざけておくべき。こんなこともわからないのが、自民党と。同様にですね、キチガイの犯罪は、無罪にせずに、刑法39条で無罪にせずに、むしろね、健常者より長く実刑食らわして隔離すべきというのが私の持論です。キチガイの人は、またやるかもしんない、全然悪意なくそういうことやっちゃうっていう健常者よりも、あとね、何年か閉じ込めても反省すっかどうかわかんないじゃん、更生すっかどうかわかんないじゃん、キチガイなんだから。だから健常者より長期間隔離してね、社会を危険から守る、そういう人の方が社会にとって危険なんだからさ、というのが私の持論であります。いつの間にか生産中止、販売中止していて、驚いたランキングというのが載っておりました。1位森永チョコフレーク、ねえの。2位サクマ式ドロップ、ねえの。3位ポポロン、ポポロン食ったことねえな。キシリッシュ、8分の5チップ、キスミント、霧の浮き船。キスミントってチョコレートでしたっけ？霧の浮き船もチョコレート？カルミン、食べたことね。ヌーボー、ないな。元祖梅ジャム、ないな。中部地方から北で、明治カールが販売されなくなって、私はすごく悲しいです。めちゃくちゃ悲しい。売ってる地方でも、カレー味なくなっちゃったなって、驚きました。チーズ味と
薄味っていう2種類になっちゃったんだって。今日初めて知りました。カレー味がなくなったこの悲しみ、どこにぶつければいいのか。これも多分自民党が悪いな多分ですけど、アメリカ大統領選挙の民主党候補、予備選挙の結果、バイデン81歳に決定だそうであります。共和党はですね、トランプ決定なんで、前回と同じくトランプ77歳、バイデン81歳対決になりました。バイデン勝利だとですね、米国初の老衰による大統領交代が見られるかも。不謹慎な盛り上がりを見せておりました。豊島区の高野区長はですね、85歳で亡くなりました。任期満了までもうちょっとだったんですけど、任期満了前に亡くなってしまいました。81か、そこらで区長に当選して、まあ初めてお会いした時から顔色悪かったですけどね、なんか顔色がバイデンは記憶力に問題があって、警察の捜査に耐えられないってお墨付きです。大丈夫なのかね。そんな人しかいないのかな、民主党はなって驚きますけど。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いします。日曜日午前中、品川駅来れる方よかったらいらしてください。私もおります。よろしくお願いします。デトックスジャパン。